こんにちは、柳田理香の一日一科学。カエルはオタマジャクシの時には水の中で暮らし、カエルになると陸上で暮らす両生類です。両生類には他にどんな動物がいるのでしょうか。両生類は世界中で6000種類がいます。そのうち4000種類はカエルです。カエルの他にはイモリ、サンショウウオ、ウーパールーパー、サイレン、アシナシイモリがいます。両生類はカエルの仲間ですから、生まれた時にはオタマジャクシのような姿をしています。イモリに形も名前もよく似たヤモリという動物がいますが、ヤモリはカメやヘビなどの爬虫類の仲間なので、オタマジャクシの時代はありません。イモリやサンショウウオは成長しても長い尻尾を持っています。ウーパールーパーはカエルのように成長しても大きく姿を変えることはなく、前足と後ろ足の生えたオタマジャクシとして一生を過ごします。サイレンは体長が1メートルほどにもなるウナギのような姿をしています。前足はありますが後ろ足はありません。そしてアシナシイモリはこのように前足も後ろ足もなく、ミミズのような姿をしています。一番大きなものは体長150センチにもなります。今日の一日一科学。カエルは水中と陸上で暮らす両生類の仲間。ヒキガエルのようにカエルになると完全に水から離れて暮らすものもいますから、両生類の中でも一番進化していると言えます。また明日。